こんにちは、副業サポータータ堀秀夫です今日はね、ちょっと面白い記事がシェアされてて、えー、スペインでは1000円でフラメンコショーが見れる10カ国別100円1000円1万円でできることという記事を見つけたんでね、まあ、見つけたってこれ、だいぶ前のやつを Facebook で誰かがシェアしてたんですけど、まあ、この記事を見てね、えー、いろいろと、まあ、物価の比較出てますけど、まあ、物価の比較そのものよりもね、 えー、やっぱりアマゾン室に関して言うと、この記事を書いた記者の方、ね、えっ、ー、と、ベトナムに住んでて、まあ、こういっちゃなんですけど、まあ、ベトナムに住んでる、ね、こういう記,記者なんでね、えー、まあ、正直安月給で物価安い、安く暮らしてる。で、まあ、私は、まあ、51ですけど、まあ、バックパッカーとは違う形でね、まあ、世界回ってて、まあ、そういっちゃなんですけど、割とお金は、 まあ普通の人は使えないぐらい使いまくってるというのでね。商品探しする際に、この記者の方が買うような商品、アマゾンで、この記者の方が買うような商品を販売しても全く儲かりません。なぜならね、購買力もちっちゃいし、安いものしか買わないし、まあ、多分、給料安いんで、安い高いを気にするんでね、まあ、言ってみれば、すごい儲けにくいお客さん。 一方、私の場合はね、お金使うのが大好きなんで、まあ、正直、使うのに忙しくて安いとか高いとか気にしてる暇がないと、ね、欲しいものあったら買うという感じなんでね、えー、やっぱり私みたいな客が買う商品を見つけた方がいいと。で、私みたいな客が買う商品どう見つけるか。まあ、私の個別サポートをせっかく受けてらっしゃる会員さんはね、私に聞けば済んじゃ。 でそうじゃない会社は私のおすすめの探し方、ね、やりながら試行錯誤して見つけていって、まあ、どうもうまくいかないなという時にはね、個別サポートにアップグレードしていただくというのがいいのかなというふうに思います。せっかくなんだね、その記事の、えー、中身を見ていくと、まあ、10カ国ね、ね、えー、住んでみたい国、地域の上位ということでね、書いてあったんでね、まあ、面白いなと思って中を見ていったんですけど、ちょっとざっくりすぎてね、 これは、まあ、記事としては面白いけど、実際に現地へ行こうとか旅行とかじゃ使いにくいなと思いました。例えば、アメリカ・ニューヨーク、ね、1000円で安めのラーメンが食べられるとかね、えー、なってたり、あるいは1万円でブルックリーンやクイーンズで2人たらふくワイン付きのディナーが楽しめると書いてあるんですけどね、えっ、ー、と、通常日本人がイメージするニューヨークってマンハッタンのことなんで、マンハッタンとブルックリンとクイーンズってのはっきり言って物価は 少なく見積もって2倍、きっと3倍ぐらい違うんですね。えー、なんでこの、多分この記者の方ニューヨーク行ったことない、ね、マンハッタンに滞在したことないと思うんですけど、まあなんかで拾ってきた記事なんでね、うんまあ、ざっくりすぎてあんま参考にならない。唯一わかるのは、まあ、日本より物価高いんじゃないのという感じでね、わ、えー、かると思います。ただね、日本より物価高いのが当たり前なんですけど、物価安い。 東南アジアの地域に住んでるね、えー、物安い物価で暮らせる体質の人って、日本の方が物価高いっていう風に勘違いしてたりする場合もありますし、逆に日本をあんまり出ない人、ね、日本人の8割はあんま日本出ないわけですから、日本をあんまり出ない人にね、私みたく日本は実は物価安いんですと。世界がね、えー、物価高くなってる間、日本は物価30年止まってますっていう話をしても、反感買うだけなんで。 まあそういう方向の記事は書かないというのが多いんでね。まあこういう記事だとどうしてもね、えー、日本はまあ物価高いという前提のもとに書いた記事の方が受けがいいんで、まあそうなってしまう。そうすると現実を見誤るということがあります。まあカナダ、バンクーバー、ね、えー、1000円で安いラーメン1杯。まあまあそんなもんでしょうね。バンクーバーはまあそんなもんだろうという感じです。ニュージーランド、ね、 1000円でビール一杯分。これ多分、あの、ニュージーランドの物価が高いって記事を見て参考にしたんでしょうけど、これはオークランドについて言うと当たってますね。1000、えー、円でビール一杯、日本より高いじゃんって日本に住んでる人は思うんですけど、いやいや当たり前でね、今や世界中で日本より物価安,安いとこ探すのが大変なんで、日本より物価高いのは当たり前なんですね。それからオーストラリア。これもオーストラリアとはまたざっくり来たもんだねって感じなんですけど、オーストラリアね、 大都市だけで言っても、シドニー、メルボルン、パース、ねえー、まあ、アデレードを大都市にいるかどうかってことはありますけど、えーそその、そういうふうにね、もう飛行機で7時間ぐらいの位置の大都市、ね、ありますからね。一ってどこを想定してるんだろうってことなんですけど、これで見たところね、1000円でフードコートでランチができるのは少なくともシドニーじゃ無理です。で、レストランでフレンチフライを1個というか1皿頼んで1000円。 えー、これはシドニーの安いレストランだったらそんなもんなんでね、えー、地域がごっちゃになってるなって感じなんですけど、まあ、シドニーの物価は全般にこんな安くないです。二、ね、つ星ホテル2泊、ね、1泊5000円で全くできないです。れからイタリア。まあ、イタリア行ったことないんで分かりませんけど、まあ、イタリア物価ね、決して安い国じゃないんで、まあ、1万円で四つ,つ,つ星ホテルに1泊泊まれるってどこの年だって感じなんですけど、 まあよくわかりませんベトナム。まあ、この、ね、記者の方、ベトナム住んでるみたいなんですけど、まあ、どうなんでしょうね。私ハノイ、ハノイと、えー、ダナン行きましたけど、まあ、ベトナムの物価ってはっきり言って高いです、ね。屋台とか安いところで食べると安いですけど、まあ、ワインね、えー、ちょっとした気の利いたレストランで大したことないワインので、グラス1杯2000円超えますんでね、まあ、そういった意味じゃベトナムもあの金使うの好きな人には安い。 加熱感の好きな人には高いです。で、フランスね。フランスもこれざっくりすぎるんですけど、あのフランスでもね、パリと田舎だと物価全く違うんで、まあ1000円でラーメン一杯っていのは少なくともパリじゃ全く不可能なんでね、普通の人がフランスって言ってイメージするのはパリなんで、そう考えた意味ではね、この記事を参考にしていくと全然違くなっちゃうだろうなという気がしました。 そしてスペインね。スペイン、マドリッドで四つ星ホテルね、1万円で泊まれたら嬉しいんですけど、全く不可能なんでね、一、え、体、ー、どんな情報を見たのかちょっと不思議なんですけど、まあまあざ、ざっくりとね、良いものとして、まあいいのかなという感じでしょうね。ハワイ。ね、ハワイはもう、物価高いんでね、1000円で日本食のお弁当買えんのかなという気もしますし、 まあそうですね。日本、日経居酒で一人でたらふく飲み食い1万円。まあそんなもんかなっていう感じです。でタイね。タイってこれ物価、ね。安い国っていうイメージ結構持ってる方多いですけど、はっきり言ってタイって金持ちが多いんでね。えー、日本の普通の、えー、なんだ、1泊、1、うん、食、えー 1,500円とかね、1,000円以上2,000円ぐらいのランチというようなものをね、同じように、例えば、とんかつ定食とかね、ハンバーガーとワインとかってやると、3,000円じゃ効かないですね。だから、これね、タイなんで、もうあの、基本的に安いって方向で書いてありますけど、実際問題、貧乏バックパッカーの旅行だったら安いかもしれないですけどね、まあ、51のおっさんが行くと、タイは日本より物価全然高いです。 というような感じでね、10回国の物価を聞いて分かったこと。日本は意外と物価的にも住みよい国と。ねまあ、この方はね、ベトナムに住んでるそうなんですけど、意外と物価的にも住みよい国。ね、あの物価そんな高くないというような締めくくりなんですけど、いや、そうじゃなくて、日本物価安いです。多分、標準的な日本、 標準的なんじゃないか。日本で一番年収が高いのは、年収が多いのは、年収200万以下ですから、そういった意味じゃ、年収200万以下の人がね、暮らす分には、東南アジアのものの方が暮らしやすいかもしれないですけど、そうじゃなくて、どの辺にしましょうかね。まあ、東京に住んでる、例えば、年収500万前後の人なんかの食事とかね、住んでる場所を再現すると、日本以外の国でね、同じク,クオリティを求めると、大体、 安い国で2倍ぐらい、物価高い国だとね、5倍、あるいは下手したら10倍ぐらいの価格になっちゃいますんで、実は日本は物価はとても安いということが言えます。でね、安い国で、物価の安い国で仕入れをして、物価の高い国で販売すればね、儲かりますんで、ま,あ、まず輸出を進めてるわけなんですけど、まあ、これね、さっきの記事と、 場所かななり重なってるんですけど書き方が違うのはね私が旅行した場合に、えー、物価がどう高いか安いかっていうのをまとめた記事ですけど、えーまあ、基本的に安いと思われている国ほどね、えー、実は高いとなぜなら、えー、クオリティの高いものね、えー、需要が少ない国でクオリティの高いワインを飲んだり食事をすると高くなっちゃう。 むしろね、えー、パリだの、モナコだの、ロンドンだの、金持ちがいっぱいちいる地域だと、まあ、クオリティの高い食事もね、そんな高くならないという、日本にしか、えー、日本出ない人がイメージするのと逆の結果になるんで、まあ、物価一つ取ってもね,ね、認識はこんなに違うと。だから商品探しもね、まあ、日本に出たことのない人、ね、滅多に旅行行かない人だとやっぱ探しにくいと思いますんで、まあ、どんどん、あの、相談していただいて、 まあ私のような浪費家が好きそうな商品に偏った方がね、えー、絶対儲かりやすいんで、えー、商品相談はまめにお使いください。そんなわけでね、物価実家国の、ね、100円、1000円、1万円でできる、何ができるか、面白そうな記事だなと思って、まあ、読んでみたんですけど、記事のクオリティはかなり悲惨なもんだったんで、物価で言うと、この私の記事の方がすごいできいいんじゃんというね、 自我自賛なんですけど、まあ、ただ旅行をあんまりしない人はね私の会員さんの中だとほとんどなんで旅行しない人に海外の物価の話をねメインに持ってくるのもどうかと思うんで、まあ、逆にこういう物価の捉え方一つとってもね、えー、実際にまあ金使うやつと金使わないあるいは使えない人の感覚は違うんでね買い物なんかの商品選びについても、まあ、私のように金使うの大好きという人がね えどういう商品を買うかという観点で商品選びをした方が儲かる商品見つけやすいんで、まめに相談していただければと思います。以上、AmazonS サポーター、堀秀夫でした。